もしも天皇陛下にこの羽振の神事を告げなかった場合どうすればいいかっていうのも口伝で残っていて、その場合は宇宙の仕組み、金玉は確か32度ぐらいだったかな、冷えてる状態じゃないと摂取つけれないっつって、つま先から頭まで全部の水分子がくっついているんですよと。エバネッセントフォトンとあなたの結合水、そこに光が宿ったのがどうも我々の意識であると。葉っぱを足のくるぶしのこちら側に貼るだけでめちゃくちゃ健康になる、0円で誰でもできるっていう葉っぱ療法。正しいと思った私のせい。こんにちは、佐藤光郎です。今日は僕の音楽スタジオに来ています。この度、新しい本が出ることになりました。今回もですね、内容があまりにも分厚すぎて上下巻になっております。これでですね、通算多分20冊目ぐらいですかね。これまでいろんな本を書いてきましたけども、今回は量子力学についての上下巻でございます。最近ですね、大手、出版社のですね、編集長さんとお話しする機会がありまして、世の中にですね、量子力学と、引き寄せの法則、量子力学と、スピリチュアルとか、そういう安っぽいなんかうさんくさい本がたくさんありますよねっていう話になって、うん、そうですよねって話聞いてったら、その量子力学というものをこのスピリチュアルだとか精神世界に結びつけた一番最初の原因って光郎さんですよねって言われまして、僕が10年前に書いた神様とのおしゃべりっていう本に量子力学とこの現実はどうしてできるのかっていう話を、まあ、なんとなく書いたんですね。どうもあれがですね、日本に一番最初に量子力学とこういった目に見えない世界を結びつけてしまった根本原因らしくて、これは責任を取らねばならんと。あれ、ま、30万部売れてしまったので、今世の中にですね、量子力学とスピリチュアル、量子力学と引き寄せの法則とか、その最先端のこの量子力学という、この分野を勝手に持ってきて、この怪しい世界を説明しようとしてる本がいっぱいあると。で、その原因はどうも僕らしいということを指摘されました。で、今回はですね、量子力学の世界的に本当のトップ中のトップの方、安江邦夫先生にインタビューをさせていただいてですね、4日間缶詰して先生を、シュレディンガーの猫を正しく知ればこの宇宙は金目のものということで、安江邦夫先生はですね、直木満州に出て、ミグがですね、ロシアからこう出た時に、天皇陛下の祈りでそれを捕獲して、北海道の空港に着陸させた話ですとか、あとですね、今の天皇陛下がですね、羽振の神事といって、これまで天皇がずーっと行ってきた神事があるんですね。天皇陛下が人からですね、嵐と亀になるときに、羽振の神事というのをどうしてもやらないといけないと。でも、明治天皇から羽振の神事をされていないと。ということで、私は死ぬに知れないといった、この、巫女様がいて、その巫女様がですね、もしも天皇陛下にこの羽振の神事を告げなかった場合どうすればいいかっていうのも口伝で残っていて、その場合は宇宙の仕組みを解明しているものに告げなさいっていうことがあって、でインターネットで宇宙の仕組み物理学者ってやったら安江先生が一番最初に出たんですって。で、安江先生にお願いして、で、実際に安江先生が今の金城陛下、今の令和のですね、天皇陛下に羽振の神事を届けるという役目をなさったりとか、まあこれね、なんか怪しい話に聞こえるかもしれないですけど、本当に起こっていることなんですよ。で、ここら辺を、直木満州ですとか、または都市伝説、そういったまあ世界で特集して、今すごい人気で、安江先生どこ行ってもですね、声かけられるようになってるそうですけども、安江先生はそもそもそういう世界の人じゃないということで、僕ですね、10年ぐらいまあお付き合いさせていただいてるんですけども、そもそも安江先生は、この量子力学という部分を根本的に説明する4つの方程式のうちの1つを作った人なんです。当然ですけども、残り3名ですね、ディラックにしても、プランクにしても、シュレディンガーにしても、もちろんですけども、ノーベル賞を取ってます。ノーベル賞を取ってないのは安江先生だけなんですよ。なので、量子力学を勉強している人は多分世界中にめちゃくちゃいっぱいいて、で、勉強している数式を知っている人のさらに下に数式も知らないけど、量子力学がどうもこの世界の空式、即式とかそこら辺を説明してるんじゃないかって気づいてる人の上に、まあ数式も知ってる人がいて、の上に、大学のこの先生たちがいて、の上にですね、日本だったら京都大学が一番トップですので、東大よりも上ですね。京都大学の人たちがいて、の上に、まあ、世界的に業績を残した人が結局4人しかいなくて、そのうちの3名はノーベル賞を取っていて、1人だけノーベル賞を取ってないのが安江先生っていうすごいことになっているわけですよ。
そのですね、野生方程式をですね、発見された野生先生、シュレディンガー方程式は、なぜそういう風になるのかということを分かっている野生先生、世界でも一人だけです。その野生先生にですね、4日間沖縄に来てもらいまして、ホテルに缶詰にしてですね、僕がですね、量子力学とは何なのかというのをもう、徹底的に聞いてみたら、マジで想像の斜め上どころか、ものすごいところに行きました。今日はその中でもですね、野生先生の量子力学についての話をしてしまうとですね、皆さんすぐ寝ると思いますので、量子力学の計算を用いて、人間の意識というのはどこにあるのかというのを野生先生が、解明したという話をちょっとお話しようと思います。ちなみにですね、先ほど言った量子力学の分野でも、ノーベル賞を取れるのは間違いなく一番近いのは野生先生だと思うんですけども、今言ったですね、この人間の意識はどこにあるのかという部分でも、実はですね、野生先生は論文を書かれていて、で、ペンローズといって2020年に、ノーベル物理学賞を取った方がいるんですけども、その方に野生先生呼ばれて、もっと教えてくださいって言われているような、統合問題についてもですね、野生先生は論文を書かれています。これは岡山のですね、大学にいる頃に、野生先生の助手だった方と一緒に、教著として書いている論文なんですけども、この分野でも、なんとノーベル賞を取れそうということで、今、米軍のヘリが飛んでおります。ちょっとお待ちください。とにかく、量子力学とか僕簡単にポロとか言ってますけども、そもそも文系ですよ。日本の理系の大学に行ったというだけで僕よりも頭がいいです。皆さん多分僕より頭がいい。で、その上でも大学の教授たちがいて、で、その中にも京大というのが日本のトップで、で、さらに業績を残したのはプリンストン大学とか世界中の中の余命しかいない、その量子力学のトップの安江先生、まだノーベル賞取ってない。今日お話しするのは、統合問題についてです。じゃあ統合問題っていうのは何でしょうか？統合問題というのは、例えばですけども、この本がありますよね。この本は、分子でできております。分子皆さん知ってますか？分子、分け子。分け子って言い方しないか。分子からできてますよね。じゃあ、30兆個の分子があるとしましょうや。30兆個の分子っていうのは、まあ、積み木です。積み木がいっぱいこれにあって、30兆個の分子でできています。一方、僕たちの体、これももちろん分子の集合体ですよね。で、福岡新一先生。福岡先生の、動的平衡という10年前に出た本がめちゃくちゃすごくて、分子生物学者というのは体の中の分子が、どういう風にこの生命を作っているのかというのを解明するんですけども、36兆個の細胞が、なんとたった3ヶ月で全て入れ替わっているというのが福岡新一先生の動的平衡という本に出て、もう世界中ファーってパニックになったわけですよ。先ほどの話に戻しますね。この本を構成している、まあ、10兆個の分子、これは僕が4年後にここに来ても10兆個の分子全部一緒です。一つ残らず。じゃあ36兆個のパーツが全部3ヶ月で入れ替わるのに、どこに私という主体があるんでしょうかと。そもそも36兆個のこの細胞はですね、一つ一つシャーレというところに移して、そこに置くとですね、生きるわけですよ。生理食塩水の中に入れると。生きるということは、あなたの体の中に36兆個の意志を持った生命体がいると思ってください。でも36兆個の意思を持った生命体がたった一つの意識として生きております。例えばですけど、金玉ありますよね。男は金玉は、なんで外側にあるかというのは、冷やしたいんです。金玉はなんで冷やしたいかっていうと、金玉は確か32度ぐらいだったかな、冷えてる状態じゃないと精子作れないっつって。なので体の外側に金玉を置いて、あれ冷やすんですよ。じゃあ僕がですね、温泉に行こうと、温泉ってだいたい42度ですよね。温泉に行こうって僕体の中で話し合ったこと一回もないし、話し合った時に金玉がお願いだから温泉だけは行かないでくれって言ったこともないんですよ。でも僕は体36兆個の一つの意思として、金玉くんが反対しているのに、この一つの意思で温泉の中にドパンと浸かるわけです。このように僕たちの意識、人間の意識っていうのはどこから来ているのかというのは、長年の謎というか統合問題といって解決されていないわけですよ。で、それを、まあ、ペンローズさんが2020年に、ノーベル物理学賞を取ったのかな、だとか、まあ、野生先生のこの統合問題をどうやって解決したかっていう話をしようと思っております。ですね、まずですね、水というものを考えてみましょうと。水というものは H2O でございます。H、水素。O、酸素。H が2つに、O が1つあって、こういう水分子点を作っています。で、ここで量子力学の計算をしないとわからないんですけども、104.5 度だったっけ？ちょっと忘れちゃったけど、まあ、簡単に言うとミッキーマウスの耳が2つあって、顔が1つあるようなのが水分子でございます。で、こうやって偏っているので、水の中、水分子の中で、電気的な性質が、これ極性といって偏っているわけです。
マイナスとプラス、電気陰性度の違いによって、どっちの原子の方がよりですね、共有結合している電子対を引っ張ってるかっていう、まあそういった問題があってですね、とにかく、水の一つの分子の中ですでにマイナスとプラスがあるんですよ。おかしいですよね。普通は、分子があったらもうそれは共有結合が終わってるので、中性なはずなんですよ。でも、水という分子は不思議で、この水の分子の中が偏っているせいで、水の中にもマイナスっぽい部分とプラスっぽい部分があると。それによってこのミッキーマウスくん H2O はだいたい平均すると10個ぐらいでつながっているそうです。クラスターを形成して、これが水の大きな集合体で、僕たちの体を作っている全ての水分子が実はくっついてるっていう話を野生先生がされています。でこのね実体験はね何かというと、野生先生のお父様が倒れてですね、まず膀胱からこの水を勝手にこう出すカテーテル入れてやるのがあるじゃないですか。それをつながえて入院されてたので、五輪中ですとお医者様が言った時に、安井先生今でも覚えてるんですって、言った瞬間にそのカテーテルが繋がれたこのこれね、これに一気に水がファーって出てきたんですって。でその時に安井先生は気づいたらしいんですけども、僕たちの体の中、つま先から頭のてっぺんまでこの全部の H2O が結合水としてくっついていると。ですね、細胞と細胞の間に細胞間隙っていうまあ部分があって、これね5年前ぐらいに体の中で一番最大の臓器は何かっていう発見がされたんですよ。ファシアというか体と体をつなぐものであるっていうことで、認定されたんですね。人体の最大の、臓器がですね。でそれをさらに超えるですね、実は体中にある水が常にたった一つの分子としてくっついていると。さっき言ったんですけど、水分子というのはマイナスとプラスがあるので平均的に10個くらいでくっついています。ところが野生先生曰くですね、この細胞と細胞の間にこうある細胞間隙にある水っていうのは、すべての細胞をそもそもつなぎ止めているのがこの H2O らしいんです。でこれは僕のですね10年前のミスロー TV に野生先生とインタビューして載ってるんですけども、エバネセントフォトンみたいなのは整数倍にならないやつ。お、整数倍にならないですか。なんない。だから、そこで僕がひらめいたわけです。野生先生と。ひょっとして、H80 兆、O40 兆じゃないですか。要するに H2O が、まあ、80兆個あって、40兆個あると H とね、O が、そんな感じじゃないですかって、野生先生が、あ、光野くん、それは楽しいひらめきだねと、そういうふうにこれから呼ぼうってことで、僕たちは H80 兆、O40 兆でできておるわけでございます。わかりますか？H2O というたった一つの、この分極を持った分子じゃなくて、それが何十兆個と足から、頭まで全部繋がっているから僕たちはたった一つのこの細胞同士をくっつけている生命体として生きていると。で、驚きなことに、その結合水というものは生まれて死ぬまでずっと体の中から出ていかないんですって。要するにこの結合水こそがあなたの主体だったと。で、さらにここで話は止まらなくてですね、まあ、量子力学のもう世界的な権威ですから、計算してみたと。そもそも分子というもの、水の分子というものがマイナスとプラスを持っているということは、それを回転させることによって周りに電磁波は、まあ、巻き起こるわけですね。なんならラジオというのはどうやってるかっていうと、プラスの部分とマイナス部分を、振動させることによって電磁波というものを出してるんですけども、同じく水分子だってプラスとマイナスがあるんだから、それを振動させる、要するに回転させることによって周りに電磁波が出てると。で、電磁波が出ていることによって、この水とですね、電磁波が連星状態、連星波というものになって、エバネッセントフォトンという、これ新しい言葉ですけど、覚えておいてください。まあ、いわゆるバイオフォトンとは全く違うんですね。エバネッセントフォトン、これは、これもですね、ミツロー TV の10年前のインタビューに載ってますけども、へばりついた光ということで、光っていうのはもうものすごいピュンとこう、1秒で地球を7周半するって思ってますけども、ゆっくり進む光というものがあるんです。このエバネッセントフォトンというものと、僕たちの結合水が連星している状態を意識というそうです。で、これはですね、2020年にノーベル物理学賞を取ったペンローズさんの前で、野生先生は、ペンローズさん以外全員外国の科学者の前で野生先生は講演会をして教えて差し上げたと。というのも、ペンローズさんあまり数学の方ができない？ん？違うか。
逆か、数学ができるんだっけ、どっちか分かんないけども、安井先生が量子力学のことでお話ししたと。でとにかくですね、そうやってペンローズさんも、あ、そこが人間の意識だということで、これまで人間の意識っていうのはどこにあるのか、何が私たちのこの細胞全部を統合してるのかっていうのは分からない、統合問題っていう、この生物学上のですね、一番の疑問を安井先生がいつも簡単にですね、こう解いてしまったという事件があったわけでございますよ。そこから安井先生世界中に引っ張りだこなのに、今ですね、まあオカルトの世界でも安井先生 UFO とか大好きだもので引っ張りだこということで大変なんですけども、とにかくこの水というものが僕たちの意識の主体、それどころかつま先から頭まで全部の水分子がくっついているんですよと。でさらにくっついているだけでは意識になりませんと。それに、水自体が出す電磁波で周りとの連星波の状態を形成し、エバネッセントフォトンとあなたの結合水、そこに光が宿ったのがどうも我々の意識であると。なので安井先生のお父様がお亡くなりになった時、亡くなった瞬間にその膀胱から出ているカテーテルに結合水がバーッとこう出てきたと。これね、もう本当にすごくてですね、僕たちの意識がどこにあるかなんて、先ほどの福岡伸一先生のですね、動的平衡にも出てきませんよ。だって体中の分子が3ヶ月で全部入れ替わるんだよっていうことを、この実際にこの分子を扱っている生物学者が計算して間違いないって分かったんだけど、見落としていたのがこの水だったと。そして水は一瞬も出ていかないと、体から常にあなたの体にへばりつき、でその水の中にエバネッセントフォトンというものがへばりついていると。でこっからですね、もっと面白い話に飛ぶんですけども、エバネッセントフォトンというのは何も怪しいですね、このバイオフォタンとかそういった話とは全然違ってですね、実際に科学の世界で今使われているんです。操作、電子顕微鏡かな。今までの科学では光が全部反射してるから裏側には何も出てないと思われてたんですけども、これを量子力学で計算するとですね、光が反射すると必ず 100% 反射してる、ここにですね、わずかにエバネッセントフォトンというのが染み出してるんだよということが最近分かってきて、これをもとに顕微鏡だとかが作られています。さらにここからもっとぶっ飛んだ話になるとですね、昔のファラオとかはどうもピラミッドの中でですね、ちょっと今米軍が飛んできましたね、ちょっと米軍ちょっとやっつけてきます、ちょっと待ってくださいね。でエバネッセントフォトンをどうやって体に取り込むかというとですね、反射率が高いものを結局体に身につければ、その裏側にシャバシャバと出てくるのがエバネッセンスフォトンでございますということで、昔のファラオだとか王様が大きな宝石を身につけた、それはなぜかというと、宝石というのは、反射率 100% の光があるので裏にエバネッセントフォトンが染み出すということで、宝石をここにつけたりしますよね、あれは裏側からエバネッセントフォトンが染み出しているわけでございますと。でここに宝石を埋め込んだ黒人のラッパーがおります。100億円の宝石をここに埋め込んだですね、黒人のラッパー、あれめちゃくちゃ頭良かったらしいでございますと。なぜならここにエバネッセントフォトンがシャバシャバと出ている。で人間の体が病気になったりだとか弱くなったり老化するっていうのは、単純にこのへばりついているエバネッセントフォトン不足ということで、それを体の外から取り入れるというのが、石を砕いて昔から飲んでいる、薬です。薬の始まりはですね、鉱石、石を砕いて飲んだことから始まっております。でさらに僕はですね、昔ブログで紹介した葉っぱ療法というのがあります。これ0円でできるんですけども、葉っぱを足のくるぶしのこちら側に貼るだけでめちゃくちゃ健康になる、0円で誰でもできるっていう葉っぱ療法というのがあるんですね。これはマタギといって、山に入っていく人たちがなぜか必ず靴下のこっち側に葉っぱを入れるっていうことで、分かったんです。それも葉っぱの中にあるエバネッセントフォトン、へばりついている光を体の中の光と同期させるという現象でございます。でこの部分で心臓で一度スピンがブヤッてこう起こるわけですよ。もう24分話してるのか、もうやめようかでここでくるって回して、水ってのは回せば回すほどエネルギーが高くなる。さっき言った通り、水の中ですでにもう分極なってるのでモーターなわけですよ。でここで一回キュルッと、なぜか心臓がここで一回回される理由、誰も知らないじゃないですか。僕は知ってますよ、それスピンさせるためなんです。でここから戻っていって、足の下で一回スピンするのはどこかっていうと、かかとの内側のここの動脈の部分なわけですよ。ここに葉っぱを貼るという葉っぱ療法の話も今度しましょうね。とにかく今日はあなたの意識の主体はですね、エバネッセントフォトンプラスの結合水 H80 兆 O40 兆があなたでございます。あなたはたった3ヶ月前と体中の分子全部違います。あなたを形成している分子全部違います。でも情報としてあなたというものが残り続けている、それが結合水でございます。とにかく今日はですね、この僕の新しい新刊、安江先生に4日間インタビューして書き上げたシュレディンガーの猫を知れば、
この宇宙は君のもの。もう一度言いますよ、量子力学の根幹の部分を知っている先生は4名しかいません。そのうちの3名はもうノーベル物理学賞を取っておりますよ。安井先生だけ取っていないんです。シュレディンガーも取りました、ディラックも取りました、誰だっけ、ボーアじゃない、パウリじゃない、誰だった、プランクも取りました。それをですね、この歴史全部書いてあるんですよ。これすごいですよ。安井先生がですね、パウリのところに行った時の話、パウリの弟子のエンツ教授のところに行った話だとか、まあ、とにかく楽しいので、これ概要欄に貼っておきますので、ぜひ買ってください。でですね、おかげさまで、今僕がやっているマスターマインドメンバーズ、地球の集合地を形成する、これも先ほど言った意識の連星波なわけです。僕たちの脳の頭蓋の中にある、脳の中にある水分子、全部を繋いでいる水分子が、そもそも体の中ぐるぐる行くことによって、こっから電磁波が出ているわけです。で、この電磁波が、周りの電磁波と連星してですね、より大きな意識になったもの、例えば会社の中で、同じことを、思っている人は社員意識が高いとか言いますよね。これは簡単に集合意識なんです。でさらに言えば、国には国の共同意識、国家意識というものがあります。日本人の意識、同じく地球になって地球意識というのがあって、それを研究しているのが地球意識プロジェクトでございます。世界中の大学や研究機関にですね、 RNG 乱数発生器が置かれて、人間の意識がなぜか動揺する事件が起こると必ずこの乱数が乱れるということが分かっております。で今僕がやっているマスターマインドメンバーズはですね、この地球の終末共振という音をみんなで定期的に上げていって、地球の周波数が上がる前に地球の僕たちのこのマスターマインドメンバーズ、今3000名を突破いたしました。このマスターマインドメンバーズの意識が上がることによって、地球自体の終末共振、普通に考えたら上がらないんですよ。なぜなら終末共振を上げるのは、太陽から来る太陽の光の強さがですね、強くなれば終末共振は上がります。この空洞が狭くなるので、加工加工する電磁波がより周波数高くなるので、ところがですね、お互いの連星という状態がありまして、この中にいる僕たちの意識自体が上がることによって、不思議なんですけど、終末共振も上がるわけです。で、そのメンバーが今3000人集まっております。ぜひあなたもですね、このマスターマインドメンバーズに加わってですね、時点で 7.86Hz の周波数のピアノ音源、純正率のピアノを送りますと。で、終分点で 7.89、 そして当時の時にですね 7.92 というですね、もうより高い周波数のところまで僕たちの意識を持っていくという、このマスターマインドメンバーズがもう始まっておりますので、ぜひですね、お早めに申し込みください。はいはい、ということでマスターマインドメンバーズとこの僕の新しい本2冊について今日はご紹介いたしました。ちょっとこれ量子力学の話全くしてないので、またその部分もお話しようと思っていますよ。佐藤光郎でした。はい、バイバイ。じゃあせっかくなんでピアノでも弾きますか、一曲。うん、音が出ないってことでさようなら、バイバイ。